まず10月8日のトーク会は10月8日のトーク会は浴衣を着る予定です。3部すべて浴衣を着る予定です。髪型が変わってたり、あとどっちか分かんない、4部は多分普通なんですけど、5部6部は皆さんからいただいた花冠をかぶって浴衣でトーク会したいなって思っているので、ぜひ浴衣の長坂みに会いに来ていただけたら嬉しいなと思います。すいません、すぐ喉が渇いてしまうねえ、9日はまだ衣装なんですけど予定です、未定です、確定ではないんですけど、ニューエイジャーを着ようと思っていて、もうツーショット会だし、なんか3部同じ衣装つまらんなって思ったので、私なりに制服アレンジをしながら、4部が普通に着て5部6部はちょっと違った形、 MV とはちょっと違う形で着ようかなと思ってて、でも皆さんがなんか普通の写真が撮りたい、普通の衣装で撮りたいって言っていただければ撮きますので、まあ、それはその時にお伝えしていただければなと思いますので、ぜひ遊びに来てください。でもこれはまだ確定ではないです。なので未定です。未定の、あれです。ニューエイジャーです。ワクチン4回目打ったの？早いわね。早くないか、もう一般的には4回目なのか。続きまして、なんだ、10月21日かな、2週後、22、23か、うん、あったよね、22、23日の予定ですけど、22日は22日はまだ何を着るか決まってないんですけど、ハロウィンが近いのでハロウィンのコスプレをする予定でいます。10月22日はハロウィンのコスプレをする予定です。ただ何を着るかまだ未定で、昨日結構1時間くらい考えたんですけど決まらなかったので、なんか案をくれると嬉しいなと思います。4回目打った、みんな4回目打ってるんだ、なんかさかも早く3回目打たなきゃ。でもなんかさ、コロナになってからその1週間は打っちゃダメみたいになりますよね。ちょっと詳しくないんですけど。で、10月23日のツーショット撮影会は、10月23日のツーショット撮影会は、恋するつぼみを関東のツーショット会で行きたいなと思っています。ここも3部全部つぼみっていうのもちょっと面白くないのかなって思いながら、まだ確定では、衣装なんで確定ではないんですけど思ってるので、まあなんかいい案があればください。ここから全く決まってないんですけど、まあ、一応発表させていただきますけど、11月3日ですね、11月3日はポートメッセ名古屋でトーク会があるんですけど、ここは、4部私服です。困り顔してもらえますか、もちろんリクエストいただければ。4部は私服で、はい、ここでやっと初めて私服が出てくるので申し訳ないなと思っているのですが、名古屋の11月3日の4部が私服です。で、5部はですね、ハロウィンで関東でしかコスプレができてないので、5部6部はコスプレをしようと思っています。で、ここのコスプレは探偵を着たいと思っているので、ぜひ探偵、犯人から1年で探偵になった中坂美優に会いに来ていただけると嬉しいなと思います。はい、今のところの予定はこんな感じで、こっから本当に決まってない。11月の12、13は全く何も決まってなくて、でも幕張なので衣装を持っていけるのが、まあ、多分1着しか無理なんで、まあ、着ても1着衣装どっかです。はい、はい、はい、
ここが本当に11月12、13だけが何も決まってなくて、で1月の21日が4部が私服です。1月の23日は私服、あ、21日の4部は私服で、5部6部で巫女さんを着たいなと思っています。巫女さんってさ、こうガチのさ、こう長い巫女さんの方が好きですか、短い巫女さんの方が好きですか、これもちょっと後の教えていただけたら嬉しいなと思います。で22日は今のところ全然決まってないんですけど、トーク会だと思ってたらあのツーショットらしくて、だからね、さ、そう、これも聞きたかったんだけど、ツーショットで私服需要ってありますか。みんなが私服でツーショット撮りたいなっていうなら私服も考えたいなと思っているのですが、皆さん私服でツーショット撮りたいと思いますか。トーク会とツーショットの違いはどんなの？どんななの？トーク会は普通にトークするだけです。で、ツーショット撮影会はちょっとだけお話しした後に写真撮ります。長坂さんの気合いの入った私服なら撮りたいです。なるほどなるほど。参考にさせていただきます、ありがとうございます。まあ、今のところの予定はこんな感じです。で迷ってる衣装は何着かあって、セブンティーンの衣装とアイドルスクエアの衣装とマジスカの衣装とオオカミとプライドを迷ってて、オオカミとプライドは前回のシングルで着れなかったのでリベンジしたいなって思ってて、あと3着はまあここ最近で思い入れが深いので着たいなって思っているんですけど、そう、名古屋でつぼみを着る予定が今のところなくて、名古屋でも見たいですか。なんか着たからなっていうのと、そう、着たからなっていうのと、まあいろいろあって今のところ着る予定じゃないんですけど、見たいですか。うん、アイドルスクエアのみたい。でも寒いよね。まあ寒いか寒くないかは別に全然いいんですけど、そうって言って悩んでいるんだっていう感じなのです。多分幕張が衣装が1着しか着れないっていうのがだいぶでかくて、着る服がない。でも関東で私服着る日が1日もないので、今のところ12、13はどっかで私服が入ると思ってて、ま、想像っていうかもうどこで参加日程があるんだよね。それはもちろん皆さんに予定があると思うので、長坂は来てよなんて言いません。はい、であとはなんだっけ、あ、そう、12、13のどっかで着る予定の服、ここ全部トーク会なんですよ。まあ、私服はどっかで着たいなと思ってて、まあ、じゃあ4つあるとするじゃん、4部4部5部6部あ、じゃあ6部7部6部7部って4つ衣装が着れるとして、1つの部は衣装、一つの部は私服で、あと2つ余ってるんですけど、どっかで1回は制服を着る予定です。セーラー服は着ますか。セーラー服は、今のまま行くとないですけど、マジスカを着るってなったらセーラー服になるので、セーラー服もあるとあるかもしれないです。そう、
いやね、中坂もね来たい衣装いっぱいありすぎてね悩んでるんよ。なんでみんなそんな即決で決まったんだろうって不思議な気持ち。ただ10月89はもしかしたら一般販売っていうんですか、先着順がない可能性があるんですよ。4時5時4時販売とか5時販売がない可能性があるので、こう10月8と9だけは1、2、3時くらいまでに多分ゲットしておかないと、もしかしたら買えないかもしれないので、あのここ2つは確定です。あ、でもまだ衣装が借りられるかは分からないです。ただなんかこうベラベラ喋ってるけど確定じゃないからあんま大きな声で言っちゃいけないらしいので、はい、あのまだツイッターとかに載せないでくれると嬉しいけど、まあ、多分載せます。やばいよね。多分載せます。まあまあ販売期間が短いから。前作がそうだったんですよね。いっちゃん最初の日程2日間が3時までしかなくて、そうそう、でも10月8、9はとりあえず決まっているので、まあ9は確定じゃないんですけど、こんな感じです。でも私服もトーク会に合わせて何着か買ってるので、もちろん着る予定ではあります。まあただ少ないので、ちょっとそこだけねご了承いただけたらなと思います。お腹すいたな。朝ごはん何食べよう。ということで、まあ、トーク会の、お話はこんな感じです。全く決まっていないのは11月12、13と1月の22日ですね。はい、ということで終わります。トーク会の話はここから普通のショールームに戻ります。カレー食べました。だって朝からカレー食べたの。強いわ。5月になんか契約をしたような気がするので今回も行きたいと思ってます。お待ちをしております。テロップの2周年、今日で毎日アイドルに2年らしいです。中坂美優ちゃん独占ドドドド。久々に話してみたいかも。でも時が止まってるから話題がいいよ。全然中坂がとあの話題を振りまくるんで、ぜひ遊びに来てください。トーク会通称都会楽しみだって、ありがとう、嬉しいよ。みんなのおかげでね、そう全然言ってなかったんですけど、みんなのさんのおかげでなんと3部に、増部しましてですね、会える時間も増えたので、だってさ9時間増えたのね、みんなと会える時間、素晴らしいことですね。なのでぜひ会いに来てくださると嬉しいです。来たー、730日目、手作りシャチモナカに半分にバニラアイス入れて半分にあんこ入れた激うまでした。個人的にはあんバター激うまですね。毎日アイドル2周年おめでとうだって、ありがとう。なんかさ、もう最悪な顔面でやってるんだけど今日。まあ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 、知り合いが連番したいと言っています。もう待ってるよんって伝えといてください。まず一回来れば好きになっちゃうタイプだと思うんで、一回来てみてほしい。そう、なんかもっとさおしゃれしてさ盛大にやりたかったんですけど、2周年もちょっと嬉しいことにお忙しいことなのでね、はい、9月のコンサートを素晴らしいものにするべくみんなで頑張っているので、皆さん9月のコンサート楽しみにしててください。一般販売はまだ受付中かもしれないのでゲットしてみてください。
じゃないんだよね。だって10人でも20人でも100人でも一緒に来てくださると嬉しいです。そう、いやマジでね、いいですね。なんかセットリスト見るのやっぱ好きだわってなってます。楽しみにしています。だってありがとう。そう扇風機かけながらさやらないでよって感じなんですけどね。コンサートもトーク会もシャメ会も楽しみ、楽しみだよ。私服だったらさデートみたいじゃない、なんかツーショット。暑いの？暑くないですか？私は暑いです。 MV になんてコメントしてくれればいいですか？普通に中ちゃんのおすすめとか中ちゃんの見どころみたいな書いて、あの最後の方に書いこう羅列してあるあの数字をコピーしてそのまま載っければ見やすくなると思います。そう、やっと頭が起きてきたよ。中坂今日でも6時に起きてるんだ。もうさでさ、もう寝不足だよってお母さんに言ったらさ、寝不足なわけないでしょって言われました。玉砕ドドン。そう、お母さんの方が寝不足だって。長坂起こすためにさ、長坂先に起きてさ待機してるの。オンライン写真会行ったっけ？オンライン写真会まだ言ってないですね。オンライン写真会もはでもあれですね、ニューエイジャーの衣装ですね。イエイ。アミちゃんの MV 衣装が天才的に可愛い。マジ可愛いよね。てかさ、片思いフォーエバーの衣装が可愛すぎるわ。いいねいいねって感じですね。でももちろんニューエイジャーも可愛いので大好きなんだけど、なんかさプロデュース48みたいなさ制服じゃないですか。久しぶりにミュウさんのところにお話行くかってなって待ってるよ。この前だって公園でさ目があったじゃないか。運命だよ。あゆかさんが激漏れだったよ、ね、それな。てかさミュウさん写真見返して気づいたんだけどさ、全然写真撮ってないからさ、もう多分全然上がらないと思っていていただけたら。自分の写真全然ないの、人の写真しか。なんかめっちゃ高校生だなっていう同期の写真もいっぱいあるので、あれ載せられたらいいなと思います。全員に MV やってよかったよね。いや本当ですよ。そう、しかも今回の衣装はあれなんです、全員オリジナル衣装なんですよ。そうだからマジで可愛いんです。この子の写真でもいい。許可取らないと載せにくいので、私が写ってない写真は。サエがギャルだった。そう、でもなんか私黒髪がちょっと少ないなっていうのもあるけど、いやでもみんな可愛かったっすね。はい、メンバーの写真ばかりなのオタクみたい。そう、暇さえあれば人の写真撮ってたから、いろんなところ行ってすごい学校を堪能したは堪能したんですけど、でもそれこそすごい楽しそうな中坂を見るにはメイキングを見ていただけたらいいかなと思います。ナーヤのセクシー写真が希望。ちょっと制服なんでセクシーな写真は全然持ってないんですけど、ナーヤはねずっと寝てました。マジで空き時間ずっと寝てた。なんかこう空き時間がすごいいっぱいあったんですよ。見ていただいたら分かると思うんですけど、カット割りがすごく多いから、こうさ、例えばじゃあ今はももたんとかゆねちゃんとかが撮ってるみたいなシーンで、こうもう空き時間だったわけ私たちは。でその時間にフリーレをしてる人もいたわけ。なんかそのフリーレだけじゃ不安な人はもう事前にフリーレをしてもらおうみたいな。でみんなフリーレしてるのになんやん寝てんの。なんやんみたいな、あーや寝てていいのみたいな思いながらそっとしておいた。
そう。サックの可愛い写真ありますか？あ、アズサクキョピー撮ったよ写真、3人とミュート。そう。ナヤンは寝てました。そう、自分の行くことのない学校行くのは新鮮で良かったりします。そう、なんかね、うわってなった。うわってなった。ありがたいですね、こう撮影協力していただいた皆さんにも感謝です。25分って30分になったら終わります。サイがリョッパチでショールームで号泣してたって。うん、そうね、サイヤにはね、なんだろう、素敵なポジションが回ってきて嬉しいです。なんかさかもやっぱ去年の新世代とかもいろいろあったので、もしまたあるとしたら今度はちゃんとねジポジで歌えるサイヤが見たいですね。はい。なんかしみじみしちゃったやん。11期との写真はみんな待ってるかも。じゃあ早急に載せます。でもみんなと撮ったよ、全員と撮った。でもさ、みんなが可愛くてこう私が撮ろうって言いに行ったんです。そしたらみんながこう3人がこう並んでさ、私も撮ってくださいって言ってさ、みんなでこうやって撮ってさ、だからみんなのもしかしたらブログとかにも載ってるかも。ひたすらに可愛い11期が。なんか10期の時はまだ私たちも先輩になったばっかりっていうか、こう先輩になった感じがしないから、なんか可愛がる余裕とかなくて、今まで一番後輩って言われてて可愛がってもらってたからこそ、こうパッていきなり上がってもなんか先輩になった感覚がいまいちつかめなくて、あのあれがね難しかったんですけど、先輩感みたいなのが難しかったんですけど、あの11期生10期とまあが昇格してやっぱ話すようになったから、あ、後輩とこうやって接せばいいんだっていうのをこう学んだから、11期ちゃんがみんな可愛いです。そう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 、そう確かに10期は年上が多いんですよね。そう、あんなんちゃんとミレータン以外は全員年上なので、でも本当にねみんな可愛いわ。すぐ後輩に話しかけに行っちゃうからさ、あのちょっとうざかったらごめんねって感じなんですけど。アズアズと同級生感じる時ある？え、ないです。アズアズ全然年下、なんかまずちっちゃいじゃないですか。もう可愛いんですけど、それがそうちっちゃくて可愛いんですけど、なんか雰囲気ホワホワしすぎてさ、同い年感ないんだよね。誰がコンビニでパシらせてる先輩やねって感じなんですけど。長坂さんは人見知りしないの？人見知りですけど、もう全然話しかけに行きます。ピオスさんによく後輩、あ、先輩にの懐に入ってくるのが上手だよねって言われるけど、ミーはそんなこと一度も思ったことありません。そう、あずあずちっちゃいですよ。なんかゆうねちゃんと同じくらいです。でもあのスタイルがバカよくて、あのおしゃれなんですよ。レッスン着が毎回おしゃれで、なんかすげえって思いながら、はい、昨日のリハーサルでさ、みさ一人くらいさ、てかさ、そう昨日じゃないけどさ、ピオスさんはいつもハーパンみたいなのを履いてくることが3回か4回に1回くらいあるんですよ。ハーパンっていうのは、まあ、ちょっと膝上くらいのバスケ部みたいなさズボンでさ、ミュは、まあ、昨日ピオスさんがいると思ってピオスさんがそれを履いてくるとこう勝手に期待して、ミュもハーパンで行ったらまずいなかったっていうね、オチ。昨日だハーパンの人誰もいないからさ、でさ昨日めっちゃなんかみんなおしゃれに感じて、
なんかすごく恥ずかしくなりましたでも私は堂々とハーフパンツで踊ってたんで、一番踊りやすかったし涼しかったので OK です。なんか体操服みたいだねってみんなに言われました。昨日ね、なんか小学生が着てそうな T シャツにハーパンだったのねそうだからあれでした。なんかみんなになんか今日中坂子供だねみたいな言われました。そうだから今日は何を着ようかなって悩んでますそうなんか中坂って白黒のさ服着ないよねって言われたんです、レッスン着で。昨日もなんか茶色みたいな色だったおしゃれな人はまず茶色なんて言わないですよね。なんかベージュみたいな、なんかちょっとおしゃれな茶色みたいな色でしたそう中坂は確かに着ないですね、白黒では。終わります。なんかさ白って言ってさいろいろ透けちゃいそうで嫌だよねっていう話あのミュの独占 T シャツは透ける気がしないですけど、今日独占 T 着てこうかな、ありだな。では読みます。中坂さんレインボー世界さん2周年、おめ。中坂さんレインボーガローさんぶどう2周年、おめ。黄色の巨人さんハートワンマンさんハート。中坂さんかな。あ、パンダさん2周年おめ、2周年おめ。ワンワンサイスキーのだるまだるまシャーさん2周年おめ。リンチャーさん2周年おめ。メガネさん2周年おめ。リンチャーさんぶどう。メデロペさん2周年おめ。中坂さんレインボー紫のスライムさんお花。メガネさん2周年おめ。リンチャーさんぶどう。ススキ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 。おめことちゃんぺさん2周年おめ。リンチャーさんススキお花さんハート。これなんだろう、クリーピオさんクリーひよこさん、ひよこさん2周年おめ。パンダさんぶどうぶどう。ガローさんお団子お団子。紫のスライムさん2周年おめ。シャーさんイスケイのハート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 。レンチャーさんレインボー、なんだろう、卵さん SKE のハート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 。ガローさんお団子。ピピフピさん2周年おめ。リーゼントさんレインボー。シャーさん2周年おめ。猫さんレインボー。ここで一発さん2周年おめ、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございます。イエ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 イ、ありがとうございます。消えちゃったの読みます。くるみちゃんさんありがとう。サイリウムブンブンウサギさん2周年おめ。中坂さんレインボーリンボーありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございます。あ、ステラリオンさん2周年おめありがとうございます。ステラリオンさん聞いたことあるな。SK の卒業生のどなたかがプロデュースされてるアイドルさんですよね、多分。違ったらごめんなさい。それでは終わります。おはようだって今今日の中身73位はデケデケデケデン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 ドーン、イエーイ。今日の中身73位はジャンガリアンハムスターのバターのふんふんさんです。ありがとうございます。イエーイイエーイ。あ、正解ですよだって。どなただったっけ、マイさんだっけ、違うか。イエーイ、73位の方おめでとう。では20位から読みます。いきます、せーの。天使さん、パンダさん、キラーノノさん、ゆかさん、 SKE のクマさん、真っ白にゃんにゃんさん、中坂さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日前髪綺麗やな。13位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。いちごパク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 。
12 さあありがとうございます。紫のスライムトロトロトロ。11 さあありがとうございます。カエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてピョコピョコミピョコピョコムピョコピョコ。10位さあありがとうございます。ガロさん。9位さあありがとうございます。コミちゃん、なかなかなんだけど久しぶりに言った。8位さあありがとうございます。ポニーテールふふいい。7位さあありがとうございます。りんちゃん。6位さあありがとうございます。春夏秋冬か。5位さあありがとうございます。ウキウキウキ。4位さあありがとうございます。正解は丸い。3位さあありがとうございます。 SK になってきた元気娘。2位さあありがとうございます。シャーシャ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 そして今日の1位はどこどこどーどこどこどーどこ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 どんでんふんふんふんさんです。イエーイイエーイ。せーの、ガロさんガロさんガロさん、ありがとうございます。ペコリペコリということで、1716人の皆さん配信を見てくださってありがとうございました。はい、今日の15時からトーク会の販売受付が始まるらしいので、気になる方はぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた明日の配信でお会いしましょう。明日も朝配信のね、秘宝なんですけど、もしかしたらコンサートまでずっと朝配信かもしれないんだということで、早起き頑張るぞ。終わりたいと思います。せーの、バイチャーじゃんけんぽん、あっち向いてほい。今日の合言葉はテケ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 、インスピレーション。バイ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 、頑張るよ。あ、今日は池田 T です。まだ今年の生誕日もらってない。ロッカーから勝手に持ってっていいって言われたけど。インスピレーション。